川に夏を告げる紅魚、アユ。解禁を待ちわびたアユ師たちはその姿を求めて川へ向かう。おとりを操り、縄張りを持った野アユを反応させる。ロッドを伝わり手に来るその当たりを楽しむ。友釣りの醍醐味を堪能できる季節がやってきた。上州三線、関東屈指の鮎道場の魅力を松田勝久さんに聞いた。まず烏川、そして碓氷川、神楽川、この三線を、通称上州三線と、呼んでますね。中小河川ですけど、3河川あるんで、一つの漁協が管理してる区間なんですけど、放流メインで、利根川の遡上もある良い年はありますけどね。そんな地元の川に招いたのは友人であるトップトーナメンターの島圭吾さん。しゃあ、うわ、よう引く、くわっと、あちゃあ、でかでか、ここがでかいな。走るわ、やっぱアユやったな。やばいやばい、でかでかいるじゃん。名手二人が解禁間もない上州三線でアユと戯れる。上州三線の一つ碓氷川、川の特徴を松田さんに聞いた。碓氷川はですね、地元の方がですね非常に熱心に、川作りとかいろいろやってまして、ここ数年比較的好調に釣り場が維持されててですね、群馬の中でもですね、数釣り、それから大きな鮎も後半になると釣れる、群馬では今結構注目の高い河川ですね。解禁から比較的釣果が安定している場所で2人の釣りがスタート。松田さん、これまだ解禁して間もない状況だと思うんですけど、解禁からどうですか？今年はね、この碓氷川解禁はもう絶好調。ちょうどもともと渇水だったけど、ちょっと水増えてね、すごくいい解禁で、もう即釣り近い釣果も出るぐらい魚は結構いると思います。それだけ釣れるってことはやっぱり面白そうですね。そうですね、サイズもね、もう20センチ絡みのも混じりますしね、まだ結構魚は十分見えてますんでね。本当に解禁したとはいえまだまだ初期段階、正規のような入れがかりとはいかないそうだ。まずは川を鮎の姿を求めてポイントを探す。他にも釣れそうな感じだけど、やっぱあれが一番出そうな気がします。で、朝一どうやらね。碓氷川は初めての島さん。期待を込めておとりを操り始める。上州三線の鮎はその気持ちに応えてくれるだろうか。ちょっとやっぱ朝一水深があって魚はたまりやすそうでしょうけど、やっぱ初期っていうところを考えると活性がまだまだ上がらないですかね。水温が上がってくれば追い方も変わるはずだ。でもやっぱこう水温が冷たいっていうところを考えると、こうピュッと追い切れないっていうのもあるんでしょうけど、うわっしゃ、お、これはまあまあちゃう。これは黄色いけど、でもやっぱりち
ちょっとまだ活性が悪いのか口が刈りやな。自分の釣りを展開しつつも志麻さんの釣果が気になっていたが一安心。あとはどうかかってくれるかっていう気な部分でしょうけど、そこがやっぱり難しいところなんでしょうけど、実際やっぱり鳥をどう操作するかで多分釣れる状況は変わってくるような気がするんで、ほらやっぱり釣れた。ちょっとお腹がかりですけど、まあまあのサイズですね。よいしょ。少し下で釣っていた松田さんにもかかりだした。おー、いい方。その後小雨混じりの天候になってきた途端、当たりが途絶えてしまった。やっぱ松田さんいましたように、やっぱちょっと深いこうグッと凝縮されとるところはやっぱいるみたいなんで、うん、まあ、本当はこういうところでねズドーンと釣れるといいんですけど。おー、ズドーンと来たよ。おー来た。さすが。おお、よっ、あ、いいやつやん。おお、やっぱいるんですね。ノアユが突っかけてくるポイントを見つけた松田さんの連発が始まる。これ来た。変わったっす。団子だ。団子になってる。おお、かかった。入れがかりだ。おお、向こう岸まで行っちゃった。少し流れのあるポイントへ来た志麻さん。ゆっくりとおとりを泳がし状況を探る。お、よっしゃ。うわ、すげえ。どれが変わればこんなもんですか。入れがかりじゃねえ。おー、キロ。ちょっとずつでもやっぱ水温が上がってきてるんでしょうかね。日の光が一気に水温を上げるような天候ではないが、昼に向かう時間経過とともにじわじわと水温が上がっているのだろう。よっしゃ。よいしょ。おー、でかっ。おー、来た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 。名手2人が川の状態を把握すれば確実に釣果を伸ばす。おっしゃ。うわ、やっぱり覆いがいいんかな。よいしょ、そりゃ。心地よい当たりが続いたのだが雨が強くなったので休憩。
この後はポイントを変える。休憩を挟んだ松田さんと島さんは少し上流のポイントへ移動してきた。このポイントは水がきれいで鮎の様子がよく見える。黄色い追い星が上からでもよくわかる。姿通り縄張り意識を強く持っていてテリトリーに入ってきたおとりを追ってくれると良いのだが、活性が上がってきた感じですごいことになってますね。めちゃくちゃ追ってます。こういうのが見えちゃうと釣れない歯がゆさっていうのがあるんですけど、ただ追ってるリアルさがあるっていうのはやっぱ面白いんで。テンションが上がりそうな感じだが実際はどうだろうか。おお、来た。おお、すごい。松田さんの場所はすぐに答えが出た。島さんはどうだろう。うわ、かかった。うわ、すげえ、すごかった。すごい当たり。よいしょ。お、でかっ。ほら、でかいっすね。お、群れに入っちゃった。よいしょ。姿通り良い反応を見せてくれるノアユが多いようだ。水中に沈む岩盤周りをテンポよく攻める。恐ろしい群れだ。うわ、でもやっぱりついてる魚も群れと一緒に上がってっちゃうみたいね。あ、ちょっとだから離れちゃったらね。うん、多分、うん、まあ、群れは別でもね、ついてるやつがいれば、そうそう、こういうとこ手前でもね、キュッて釣れるんですよね。もうちょっと水温が上がれば多分、うん、キュッと追うやつはすぐかかると思うんだけど、うん、もうちょっと水深があるところがいいのかな。あ、うん、なるほど。まあ天気いい時こういうとこを狙えばね。そうですね。キラーンとか午後からとかよくかかるで。次の日は上州山線の一つ神楽川を攻める。どんな場所なのだろうか。神楽川は神楽川の本流でももちろん釣れるんですけど、上流で南木川と西木川っていうふうに二分されますね。で、まあ、人気があるのはですね、その南木川っていう川で、まあ、こちらは非常に清流というか水がきれいな河川で、まあ鮎もおいしい鮎が育つということで、まあ人気があるのが南木川ですね。松田さんはきれいな水とともに鮎を楽しんでもらおうと南木川に島さんを連れてきた。うん、天気もいいですけど、この光の加減もさることながらきれいな川ですね。まあ、岐阜でいうと混ぜ川上流みたいな感じですけど、綺麗ですね、水。うん、ここはね、水かなり綺麗な川でね。やっぱこう水が綺麗な分を考えると、やっぱり鮎も綺麗で、やっぱあれですか。うん、ここはね、もう見ての通り、はい、すごい透明度あるでしょう。はい、本当に透明度があります。そう。お、上行く？いや、その上の棚やる？いや、もうちょっと上覗いてきます。ああ。
これだな。この川も初めて攻める島さん、自ら川を見てポイントを絞った。うん、いいやつがいますね。はい、こんだけ水がきれいだとやっぱ警戒心もあるんでしょうけど、でも水が冷たい川はやっぱりどうしてもやっぱその水温で活性が変わっちゃうと思うんで、その辺も考えながら釣った方がいいでしょうね。いきなりこの辺から行きますか。天気はいいのだが、触れてみるとまだ水温は低いまま。かからなかったか、多分ちょっと動きが違うんで。やっぱしいましたね。よいしょ、ちょっとサイズは小さいですけど、やっぱりこう反応があるっていうところを考えると、やっぱこう追い気は多分あると思うんで、まあ水温の状況からいったら水温が上がってこれば出てくる感じ。ちょっとサイズが小さいですかこれ。でも綺麗ないですか。島さんの一匹を見届けて松田さんも対岸からスタート。おお、早い早いな。これはちょっとマシじゃない。これはマシで綺麗だね。黄色い追い星がはっきり出ている綺麗なノアユだ。まあね、今釣った感じもいるところへ入れたら反応するっていう感じはあるんで、ちゃんとまあ赤の付き具合とか流れ感じを見た上でおとりを入れれば反応してくれる魚はいるんじゃないかなと思いますけど、あの岩盤の石の、うわ、かかった。よし、気持ち痩せ気味ですが、綺麗な絵ですね。匂いもやっぱすごいですこれ。うん、いい匂いする。流れの中を狙っていた松田さんにも来た。一日のんびりゆっくり楽しめそうな川ですね。うわ、かかった。すっげえ、めちゃめちゃ走りますな。もうこれは完璧背がかりじゃん。よいしょ、お、お、綺麗じゃね。取れるこれ。よっしゃ、うわ、早引く、くわーっと、ちゃあ、でかでか、ここがでかいな。ほんで、でかくね。でか、めちゃめちゃいい匂いする。松田さんもコンスタントにかけている。南牧川はテンポよくノアユが反応してくれている。結構硬いのかかってたね。そうですね、この川的にこんな大きいのがいるかいないかわからなかったんですけど、うん、あ、それ綺麗だ。あ、それいい方だね。はい、あ、うん、やっぱちょっとこう、うん、狙いにくいところなんかだとまだまだやっぱ残ってるのがいるんでしょうね。大きいやつが、ああいう小さいちょっとこう掘れてるようなポイント。そうやね、ポイント的にはやっぱ狭いんでしょうけど、うん、そういうところを狙えると、肩いい、肩がいいみたいです、うんうん、やっぱこう開きはちょっと遊び鮎みたいな、やっぱサイズはグッと落ちるような気がしますね。あ、ちょっと下回りしちゃうね、うん、と思います、うん、はい。
案内した増田さんも満足の量計が出た。少し下流の早瀬のポイントへ移動。これでやってみますか。浅いながらも強い流れの中にお池のあるノアユはいるだろうか。浅い場所は比較的水温が上がりやすい。しかし時期的にまだ早瀬にアユが入っていなければ簡単にはいかない。よっしゃしゃしゃ、おるか。よし。よいしょ。入れがかりとはいかなかったが、早瀬でも楽しむことができた南牧川だった。上州三川長江ラストは烏川を攻略する。烏川はですね、まあ、私がまあ生まれた土地といいますか、あの実家の目の前を流れている地元の本当の地元の川なんですけどね、まあ、ここも中小河川ですけど、まあ、結構ねこう玉石ゴロゴロあるような変化に富んだ、まあ、狩野川のちょっと小さい版みたいなね川のイメージのポイントで、まあ、今年ちょっとあのまだ調子が上がってこないですけど、まあ、地元の川なんでね、まあ、これから期待したいところですね。実は解禁から烏川は調子が上がっていなかった。どうですか状況としては。今年はねちょっと水が出てなくてね、あまり状況良くないんですけど、うん、まあ、全国的にやっぱりちょっと解禁当初のやっぱ雨がね、全河川欲しいような感じだったですけど、やっぱりここもそんな感じですか。そうですね、出水が全然ないもんでね、ちょっと赤がね状態あまり良くないけど。そうですね、でもやっぱりね放流が結構されてるっていう話なんで、放流量はねこの区間は結構多いんは多いんですよね、まあ、本当ね、水待ちの状況なんでしょうけど、まあ、とりあえず頑張ってみましょうか。川の中の状態を見つつピンポイントで攻めていく。おー、来た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 、いやいやいや来たじゃん。うわ走るやっぱアユやったな。やばいやばいやばい、でかでかちょっと来たじゃん。来たくれた。いいポイントを見つけた2人、連発するか。うわっしゃ来たぜ。これこそ群馬さん。よりゃ、おお来た。これはちゃんとついてるな。綺麗やね。これ綺麗、この辺から綺麗。うん、めちゃめちゃいますよこれ。本当にいる、出てきたね。おお、ほら、おお、本当や、ほら、さすがやな。どれやよ俺って多分めちゃめちゃおるって。松田さんもラスト1匹を目指しおとりを泳がす。おお、よかったよかった。
っぱりいるね。いるね。いるよ。うわでかい。いるよやっぱり。やっぱこんだけ綺麗な部分を考えたらね、今のやっぱカラス側的な部分、とにかく綺麗なところっていうところですよね。うんうん。関東屈指のアユポイント上州三線、三河線ともにいろいろな状況を見せてくれて、初めての志摩さんを楽しませてくれた。いよいよ世紀を迎える全国のアユ河川、それぞれ違った攻め方で野アユの反応を見極めて、歓喜の入れがかりを目指そう。